広く浅いチャンネル、皆さんどうもこんにちは、広く浅いチャンネルです。今回はですね、現在日産デイズの運転席に乗り込んでるんですけど、今日はですね、このカーナビですよね、カーナビについてちょっとだけ話してみたいなと思います。車を新車で購入するとき、まあ中古でもですけど、中古車屋さん、自動車販売店でですね、車選びするときにメーカーのカタログとか見ながらですね決めると思うんですけど、でカーナビもオプションのカタログを見て皆さんね購入するのかなと思います。メーカーの純正のカーナビをつける方が8割ぐらいですかね、いると聞いてます。その8割の人、僕すごいなと思ってます。お金持ちだなと思ってます。羨ましいです。正直僕お金ないので、メーカー純正のカーナビなんてとてもじゃないですけど買えません。車今まで 2,3 台買いましたけど、純正のカーナビなんて恐れ多くて、とてもじゃないですけど高くて高くて買えません。この目の前についているこのナビもですね、この枠があると思うんですけど、枠がだいぶこう ぶっとくね、余っちゃって、この7インチワイドがついてるんですね。これケンウッドのナビになります。ケンウッドの MDV の S707W という型番のものを選んでつけてるんですけど、このナビはメーカー純正ではなくって、納車後にですね、Amazon でネット通販で購入しました。税込み送料込みでなんと5万5千円。取り付け工賃は、町の自動車屋さんとか、ディーラーとかでも持ち込みやってくれるところありますんで、相談すれば、安くて1万、高くて3万ぐらいで取り付けしてくれると思いますので、7、8万ぐらいでですね、取り付けしたよといった感じです。でもですね、このケンウッドのナビ、最速ナビで最速ナビなんですけど、液晶めっちゃ綺麗ですし、見た目もねすごいかっこいいです。グロスブラックで統一されてますし、ケンウッドなんでね、最速ナビシリーズはどれもレスポンスがめちゃ早くて、テレビからナビへの切り替えですとか、チャンネル検索、目的地検索、全てにおいて名前の通り最速です。これ買っとけ間違いないので、僕個人的には大好きなメーカーっていうのもありますけど、おすすめします。で、僕が今日言いたいのは、純正めっちゃ高いんで社外品買いませんって話です。ディーラーの営業の人との付き合いもあるかと思うんですけど、付き合いで5万10万20万と、ネット通販で買うよりも高い金額をポーンと出せる皆さん尊敬します。僕は無理ですと共感していただける方、または、ディーラー以外で買えるのナビってみたいに思ってる人もいるかと思うんですよ。そういう人はぜひですね、ちょっと詳しい人に聞いてでも、ネット通販で格安でナビを買ってですね、別でつけると、そうすると平気で5万10万浮きますので、その浮いたお金で別になんかね楽しいことしましょう。そういうのも楽しいカーライフの一つになりますので、おすすめします。9インチのナビなんてほぼ半額です。メーカー純正が24万のやつ、ネット通販で同スペックではなく、さらに上を行くスペックのものを買っても12万円ぐらいで買えますんで、そっちを買わずに10万も高い性能が低いものを買うと、どうなんでしょう。自分は考えられないです。あとですね、9インチってたった9インチで20万ってって思いません？家のリビングのテレビ、40インチだ50インチだ60インチじゃないですか。それ20万も最近ちょっとテレビ安いですし、しないじゃないですか。うちなんて40インチで7万円のレグザですよ。40インチ7万円のレグザの液晶をリビングに置いてるのに、車の中9インチで22万円のカーナビって、だったら20万で国内メーカーの高スペックのですね、50インチぐらいのやつをリビングのテレビをですね、新調したいなって、そっちにお金回したいなと思っちゃいます。カーナビそんな20万も出さなくても、十分ハイスペックでかっこよくて、フィッティングも良くて、性能がいいものがゴロゴロありますので、種類も豊富ですし、選ぶ楽しみもあります。ぜひね、社外品で節約して楽しいカーライフと、それ以外にこうお金を回して見るのはいかがでしょうか。といったところで今日はもう終わりです。もしよろしければチャンネル登録いただけますと、モチベーションアップにつながりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。すいません、なんか絵が割り映えしなくって、ありがとうございました。さようなら。